こんにちは、ゆずチャンネルです。私写真撮影が趣味なんですが、その前まで釣りをよく行ってました。でよく行ってたのがフライフィッシングをずっとやってたんですね。でもう写真にハマってから10年ぐらい行かなくなってたんですが、最近ちょっとまたやろうかなと思いまして、でちょっともう10年経つと道具とかももうダメになったりするんで、いろいろ買い足したり買い替えたりとかして、で今そのフライ、要するに毛針ですね、フライフィッシングとかわかんないかな、その前に西洋の毛針釣りでよく糸赤とかオレンジとかムチのように前後に振って飛ばすやつあるじゃないですか、あれがフライフィッシングですね。でそのフライって結構よくなくなったり切れたりするんで、たくさん用意しないといけないですね。で私は主に管理釣り場にことが多いので、管理釣り場用のフライを今から作っていこうと思います。じゃあまずフックですね。私はこの、テムコの 900BL っていう900っていう種類ですね。いろいろ100とかいろいろあるんですよね。私が使う 900BL っていうのは900っていう種類のフックに、BL はバーブレス、返しがないよっていう意味ですね。返しがあると魚から外す時にも魚を傷めてしまうし、私魚食べないんで基本全部リリースするんですよね。そんなもんで基本バーブレスフックしか使いません。すぐ外せるし楽ですからね。でこれにビーズヘッドって言って、真鍮製だったり、でも玉みたいな手芸とかですか、ビーズに似てるようでいて、このフックのここに通しやすいようにこっち側が中がテーパー状の穴になって、でここを通してここに今置いてます。こういう動きますね。これを使うことでスーッと沈んで、縦の動きというか、それで深いところにいるマスとか、イワナとかを流れの中でも早くそこを取れるんでよく使いますね。でそこにこのかっこ狭いんですけど、ボビンっていうものの、スレッドってミシン糸みたいな糸がついてるね。でこれをここからこの穴を通ってここに入れてます。そうすることでこうやってこうくる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 このフックに巻きつけることで、このベース、女性でいうとこのベースメイクみたいなもんでしょうね。これつけてこのまずその基本の下地を作ります。よいしょ。でいらない糸は切ってと。で私がよく使うフライは本格的にフライをやってる人から言われるとちょっとなんていうのかな、邪道っぽいんですけど、よくウィリーっていう素材を使います。ウィリーっていうのはこういうものです。そうですね、これはなんかこう毛糸みたいなもので、これを普通もともとはイサキとか船とかで使う疑似餌用の仕掛けのその材料なんですけど、これをフライに使います。どうしようかな、白と黄色をやって今度オレンジを、とりあえずあんまないですけどオレンジで作ります。でこのフライを適当な長さに切り出します。で食べたら、こんな感じでウィリーを切り出します。でここまずそのこれ4本寄りというか4本ずつ束になってるやつと、これ4本でこれは2本の丸ですね。これどうして違うのか分かんないけど、あんま気にしないでいいんですけど、とりあえず4本を今半分に折ったので、ここに8本ありますね。これをまずテールにします。テールしポーチを折ってるわかりますよね。これをこのボビン のスレッドで固定していきます。よいしょ。このフライは本当に簡単な割にいい仕事をします。でこう尻尾がつけたり、そしたらこの残ってるスレッドを前に持ってきます。このビーズの手前まで来たら、これですね、この残りをこう巻いていきましょう。
これであのボディを作ります。このね、特にあんまり着なくていいんですけど、まあ、ちょっとカメラ撮っちゃったね。こうやってボディを作ってここまで来るじゃないですか。そしたらまたスレッドで止めます。よいしょ、こんな感じかな。で止まったらこれ余るじゃないですか。じゃこれをねまたこう折りたたんで3つ束ねちゃうんですね。これも別にその量とかあんま気にしないで適当でいいんですけどね。私は結構ダブダブと使います。で束ねてこのちょうどヘッド側ですね、ここをぐーっとこう糸で巻いてってこの補強していきますね。よいしょ、よし。でこうヘッドができたら、よいしょ、よいしょ、これですね、ウィップフィニッシャー、これをフックにかく、糸にかけてこういう三角にします。これね普通に説明したとわかんないけど自分でやるしかないです。でこうやって巻きつけていって結んでいって、ここまで来た下のを出して切って外して、こうやってそうすると丈夫な結び目ができますね。そしたらそこの結び目だけだと緩む可能性があるので、ヘッドセメントっていう、まあ接着ですね、まあセメ台でもいいんですけど瞬間接着剤を使う人もいますね。こうやって塗って、これで補強が、これちょっと芯なのにですね、あんまり健康には良くないですね。でこの残ったこうダボダボをちょっとこんなと多いかな、ちょっと分けて、でまあこの辺でまあ調整しながらこう切っちゃいます。よいしょ、いい、簡単にできました。これでもう完了ですね。じゃあこの余ったスレッドをチョキして、これで出来上がりですね。簡単だと思いません？これであのまあ、魚の岩に投げれば、まあ、結構食いつきますよね。忍野の桂川とかでも食いつきます。なんか何なんですか、養殖の魚、まあ、大体今日本の川って養殖の魚が多いんですけど、カニ釣り場はもろ養殖場が来た魚です。そういうのってあのペレットとかそういう人工の餌を食べているからなのか、こういう種類って弱いみたいですね。でこれでよいしょ、出来上がりですね。でこのオレンジとかこういう白バージョン、あ白クリームですね、これが一番いいです。この色がもう見えるし、あと水中でこう動いて沈んでいくのも見えるんで、魚が食いついた瞬間も分かりやすいですね。これが一番エースですね。あとこういう黄色とかもあります。色はそのなんていうのかな、その場でどれが食いついてくるかはまあちょっと分からないんで、いろいろ何色か何色か作って、であのまあ投げていけば、まあ、当たりフライというか、そういうのが分かってきます。もうちょっと簡単なんで、まあ管理釣り場主に行く人だったら作ってみてもいいかなと思いますね。まあ材料費もかからないですからね。まあこんな感じで、これがウィーディーフライの作り方でした。まあ今度また次行くことがあったら、まあ、行くんですけど、でもまあ動画にできたらなと思います。ちょっとまあまあ、一応ね緊急事態宣言は解除されたけど、あんまり県を越えていくのはなちょっとよろしくないなんて言って、まあ県を越えて野鳥撮影に行っちゃってるんで何も言えないんですけど、まあ近いうちに行こうかなと思います。まあこんな感じで以上ですね。ではご視聴ありがとうございました。